あの一本の、爆破色といいますか、感想を皆さんに一言よろしくお願いします。感触はまあ先の方バットの先に当たったんで、まあ、落ちるなと思いました。あ、もうこれは落ちるなと、はい、じゃあもう手応えバッチリというよりも、おこれはいい感じで落ちるかもしれないぞっていう感じでした。そうですね、まあ逆にちょっと芯に当たってたら、はい、センターに取られてたかなと思うんで。なるほど、よかったです。はい、ちょいいさあ、そして今日も1番でスタメンということでしたけれども、この1番という打順、ご自身なんか変化ってあるんですか？1番とか、5番、6番とかいろいろあると思うんですけれども、はい、いやまあ特に意識はしてないんですけど、はい、まあ、でも今日先頭バッターが2回あって、それでちょっと塁に出れなかったんで、はい、まあ、そこはちょっと悔しいですね。なるほど。いや、走りよかったって声も上がっておりますけれども、さあそしてもうマリーンズの本当に外野争いといいますか、外野手争い本当にすごくもうレベルが高いといいますか、熱がこもっていると思うんですけれども、その一角に食い込んでいる角中選手としてはどんな思いですか？いやまあ特に意識することなく普段通りやってるだけです。あの一言で言うと、ものすごいマイペースなタイプの選手ですか？そうですね、まあ言われることが多いです。なるほど。多分この今数分間で皆さん同じように感じたのかなと思うんですけれども、さあその角中として、角中選手ごめんなさい、こんだけのたくさんのファンの方が近くにおりますけれども、ヒーローインタビューでもすごい緊張しますと先ほども言ってましたけれども、どうですか、さらに距離が近くなりましたけれども。そうですね、まあ去年会った時よりはでも緊張してないんで、ちょっと成長したかなと思いますあ、そこで去年と今の違いがこの自分のドキドキ具合で分かるみたいな感じで。そうです。なるほど。さあそして角中選手のバット、これからもマリーンズは勝利導くためにはとっても大事だと思います。この先どんなバッティングを見せてくれますか？そうですね、まあやっぱり、アベレージを残したり出塁率とかを意識して、まあ、やっていきたいですね。なるほど。あのコツコツとこう打率を稼いで、はい、そしてあの去年あのファンカンとかの時にですね、ちょっと清田選手が角中選手のモノマネみたいなのをしてまして、角中選手は打つ時に首がカクンってなるんだけれど、カクンってなりながら打てるのはすげえって言ってたんですけれど、自分自身なんかどうですか、バッティングフォームとか。そうです、まあ、自分から言わせたら逆にみんな普通に打てるのがすごいなと自分にとってこう首を入れる感じがもうオリジナルというかスタンダードな感じで。そうですね、じゃないと打てないですねもうじゃあもうこれは角中流としてはもうこれあってのバッティングと。そうですね、はい、はい、すごくね清田さんがすごい言ってたんですよ、本当にあんだけ首カクカク言っててよく打ってる、すげえなみたいなこと言ってましたさあそれでは最後集まってくださいました熱いファンの皆さんにメッセージをよろしくお願いします。明日も打ちたいと思うんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。